はい、レオンチャンネルです。ドライブ&ガイムムービー対戦フルスロットルのデラックスシフトフルーツ&ドライブロックシードセットのまずはシフトフルーツを紹介しました。戦国ドライバーの待機音声とかソイヤーっていうセリフとか見た目以上に相当ガイムっぽかったですね。では今回はもう一つのフォームチェンジアイテムのドライブロックシードをレビューします。では細かく見ていきます。全体はこんな感じになってて、ベースはレッドメタリックですね。で、正面はドライブの顔がドンとあって、通常この後ろ部分はこのように仮面ライダーの名前が刻まれてるんですけど、今回はタイヤになっててタイプスピードが印字されてますね。タイヤ交換シリーズと比べてもメットパーツの塗装の感じはほとんど同じですし、タイヤサイズも近いですね。ただ側面から見ると横はクリアパーツになってて、さすがに赤いラインは入ってないです。そして正面をパカッと展開すると、おー、超かっこいい。上側がドライブドライバーになってて、下側はシフトスピードです。断面の背景もちゃんとドライブドライバーっぽくなってますね。電源オンして光らせると、真っ白に光りますね。で、今回はこの正面の副眼部分と、顔周りが LED で光りますから、電源をこの状態でオンすると、はい、このように副眼が発光します。電気を消して光らせると、これ相当綺麗ですよね。もう一回。ではボタンを押して音声確認。6種類の音声が鳴ります。1個目。2個目。3個目。4個目。5個目。6個目。はい、この6種類です。クラック音声が2種類と、ドライブ関係が4種類でした。もう一回聞きましょう。はい、クラック音。マックスフレアですね。っていうのがあるんですね。ファンキースパイク。トライドロンも言い方でこんなガイムっぽくなるんですね。そしてクラック音声 B。戦国ドライバーと連動変身。逆にこっちは結構ドライブっぽいですね。ちゃんとドライブの変身音声が入ってて、さらにそれが和風アレンジされてました。ドライブアームズ、ひとっ走り、いざ、トゥギャザーでしたね。では一回切ります。おーあ、必殺フルスロットル。あ、二回切ります。トライドロン、いよ、食事で。音声考えられてますね。いよ、一直線。では、三回切ります。タイヤ、交換。ダイヤ交換ポン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 まさにガイムがタイヤ交換したらこんな感じなんでしょうね。本当に全部いい音声です。それでは変身解除。ゲネシスドライバーと連動。このサウンドに合わせて副眼が光るのがすごいいいですね。で、絞ると。さらに無双セイバー。
ドライブチャージもなりますね。ではトリガーを引きます。ちゃんとパワーも入ってます。では順番音声。はい、ということでデラックスシフトフルーツ&ドライブロックシードセットのデラックスドライブロックシードを紹介しました。今回は複眼が発光したり単体音声が多かったり、一般販売商品の割にはプレ版並みに豪華でしたね。サウンドもいい感じにドライブとガイムがうまくミックスされてましたね。以上、ドライブ&ガイムムービー対戦フルスロットルデラックスドライブロックシードの紹介でした。